ポール・グンナル・ミッケルスプラスは、ノルウェー、ブスケルケンレスブロマ地区出身の元、クロスカントリースキー選手。1980年代から1990年代に国際大会で活躍した。妻は、クロスカントリースキーオリンピックメダリストのマリット・ミッケルスプラス。1981年のホルメンコーレンスキー大会 15km で優勝。自国開催の1982年、ノルディックスキー世界選手権では 15km で10位、リレーでは金メダルを獲得した。1984年サラエボオリンピックでは 30km12 位、15km17 位。1985年、ノルディックスキー世界選手権 15km11 位、50km14 位、リレーでは2大会連続金メダルを獲得した。1987年ノルディックスキー世界選手権 30km8 位、15km4 位、リレー銅メダル。自身2度目のオリンピックとなる1988年、カルガリーオリンピックでは 15km で、銀メダルを獲得、30km、リレーとも6位、50km9 位の成績を残した。1989年、ノルディックスキー世界選手権では 30km10 位、15km 銀、メダル、リレー4位、50平方キロメートル0位、1991年、ノルディックスキー世界選手権 10km では12位となった。クロスカントリースキーワールドカップでは1987から1988シーズンに総合3位、通算3勝。1996から1997シーズンを最後に現役を引退した。ありがとうございます。